孫悟飯、貴様が相手とはな。あれが悟飯か、あのおとなしい悟飯か。あのガキ、どうやってあれほどの巨大な戦闘力を。そんなバカな。孫悟空の言ったこともまんざらはったりばかりではなかったらしい。だがこの私に勝てるというのはいささか言い過ぎだったようだな。すぐに殺してやる。僕が相手だ。何まさかこの私に勝つつもりか。ちょっとやりすぎだったか。油断した。したことが大人でなかったか。なるほど、少しは本気を出してやるか。こいつは驚いた。ことのほかタフじゃないか。やめようよ。僕は本当は戦いたくないんだ。殺したくないんだよ。たとえお前みたいにひどいやつでも。何を言い出すかと思えば、貴様にはこの私を殺すことはできん。僕は昔から怒りでカッとなると、とんでもない力でめちゃくちゃな戦いを始めてしまうらしいんだ。だからきっとお父さんはそいつを計算してセルを倒せるのは僕だけだって言ったんだ。そんな話を聞いておじけづくとでも思ったのか。それどころか私はどうしても貴様を怒らせたくなった。
さあどうした、痛いだろう、怒れ、嫌だろう、このまま死ぬのは。そう、俺はご飯に加勢するぞ。待てピッコロ、ご飯が怒るのを待つんだ。セルを倒すには怒りで真の力を解放したご飯に期待するしかねえんだ。孫、貴様は間違っている。ご飯は貴様のように戦いは好きじゃないんだ。今ご飯が何を思っているかわかるか。怒りなんかじゃない。なぜお父さんは僕が死にそうなのに助けてくれないんだろうと。忘れるな、実力はナンバーワンになってもあいつはまだ子供だ。あ、クリリン、オラに先祖クリ。お、おう。50のやつだ。どうやら自分の痛みだけでは怒りが湧いてこんらしいな。ではお前の仲間たちに相談してみることにするか。な、何をするつもりだ。何でもするさ、貴様が怒って真の力とやらを発揮するならな。お前たちを巻き込んですまない。俺はセルと共に自爆する。いくら貴様でもこれだけ密着していれば粉々になる。けっ、なぜだ、なぜ爆発しない。16号、自爆はできない。カプセルコーポレーションでお前を修理してた時、は、博士がお前の体にとんでもねえ爆弾が隠されてるのを発見してさ、物騒だったんで取り除いたって言ってた。残念だったな、16号。今度は貴様たちの番だ。なんだ、あれは。さあ行け、セルジュニアたちを、孫悟空たちを痛めつけてやれ。気をつけろ、恐ろしく強えぞこいつら。もたもたしてっとやべえぞ。ふざけやがって。Come on!
心配をしている暇なんかないぞ。セラジュニアたち、お遊びはそこまでだ。やれ、殺してしまえ。みんな殺されてしまう。本当に僕にすごい力が隠されているのなら、その力を出したい。だけど、どう起こったらその力が出せるのかわからないんだ。行くぞ。さあ。16個。
孫悟飯、正しいことのためにた戦うことは罪ではない。精神を怒りのまま自由に解放してやる。気持ちはわかるが、もう我慢することはない。俺の好きだった自然や動物たちを守ってやってくれ。頼んだぞ。余計なお世話だ。出来損ないめ。カメハメハ。もう許さないぞ、お前たち。まさかこの私を倒せると思っているんじゃないだろうな。倒せるさ。セル、お前はもう終わりだ。ふん、大きく出たな。では見せてやるぞ、このセルの真のパワーを。それがどうした。
18号だ。18号を吐き出した。戻った。完全体じゃなくなった。つまらない。それじゃお前ももう終わりだな。許さない。何をするつもりだ。まずい。貴様らはもう終わりだ。あと1分で俺は自爆する。俺も死ぬが、貴様らも全部死ぬ。地球ごと全部だ。何だと。自爆。そうはさせるか。おっと、この俺に衝撃を与えればその瞬間に爆発するぞ。あと30秒だ。どうすんだよ。なんとかしないと。ダメだ。もうどうしようもない。あと10秒。ずやっぱどう考えてもこれしか、地球が助かる道は思い浮かばなかった。悟空、お前、まさか。バイバイ、みんな。ここまで、よくやったな、ごはん。すごかったぞ。お父さん。母さんに、すまねえって言っといてくれ。悪い、カヨウ様、ここしかなかったんだ。消えた。孫悟空の木が。どこに行ったんだ、セロア。終わったな。お前と悟空が終わらせたんだ。頑張ったな、ごはん。でも、お父さんは。悟空は満足そうな顔をして死んでいった。お前の成長が嬉しかったんだ。さ、もう帰ろう、ごはん。この木は。当たったのはトランクスか。なぜ私が生きているのか驚いているようだな。いいだろう、教えてやる。私の中には小さな塊がある。その塊が破壊されない限り、この体は再生され続けるのだ。再生された時、この体はただの完全体ではなく、孫悟飯のようにはるかにパワーアップしていた。これはおそらく、生死の狭間から救われた時、大きく力を上げるというサイヤ人の細胞がそうさせたのだろう。それに私は孫悟空の瞬間移動も学習できた。つまり、より完璧になって帰ってくることができたのだ。
孫悟空は私を倒すどころかいろいろプレゼントしてしまったようだな。貴様よくもトランクス。うん、くそうわあ。ベジータさん、砕け散れ。何が惑星ベジータの王子だ。次は貴様だ、孫悟空。
ませんか。終わりだ。お前たちは許しませんぞ。せてよ。遊びはもう終わりだ。地球ごと消えてなくなれ。どうだ、地球どころか太陽系すべてが吹き飛ぶほどの気力だぞ。ごめんなさい、お父さん、みんな、僕はセブを倒すことができなかった。お父さん、みんなの仇を取ることができなかった。セルみてえに思いっきりカメハメハをぶちかましてやれ。そうすりゃ必ず勝てるさ、絶対だ。だけど今の僕は片方の腕しか使えないし、手だってもう半分以下に。大丈夫、勝てる。自分の力を信じろゴハン。おめえの力の全部を出し切って爆発させんだ。最後に見せてくれよ、俺たち二人で作った力を。はい。さらばだ、孫悟飯。今だ。ついにやったな。